この間ね、うんうん、なんか朝起きて、うん、子供がね、うんうん、こうなんか家がイカ臭いっていうのはいはいはい、はい、起きてもうすぐ、うんうんうん、イカ臭い、うんうん、イカ臭い、うんうんうん、それで嫌だね、いや、うん、心当たりがないわけ。なるほどなるほど。それでイカ食ってないんだね。そう、前の晩はまあなんか生ゴミとかがちょっと匂ってんのかなと思って生ゴミも送って、うん、なんか片付けて、それでなんだろうと思って、はいはい、これかなって、なんかコンロの周りとかもなんかが垂れたのかなと思って掃除したりして、うんうん、したんだけど、うん、治んないって言って、あーそう、うん、言うの、うん、でそう言われればなんか確かに、うん、なんか変な匂いがするのね。実際するんだ、臭いんだ、うんうん、で、うん、でも原因がわからなくて、わからないまま、うん、でいろいろやってて、うん、ふっとこうグリルを開けたら、うん、グリルを開けたらそこにシシャモがね、シシャモがいたの。シシャモが、うん、いつからいたので、それはね、うん、2日ぐらい前に、うん、最悪焼こうと思って、焼こうと思って並べて、うん、閉めた、うん、でその点火をする直前に、うん、多分記憶からふって、うん、意識からふっていなくなっちゃってあ、じゃあ火もつけない、生の、生の、あ、というか冷凍、冷凍だった、冷凍、じゃ当時冷凍、当時冷凍だったんですか、うん、解凍されて、うん、そしてかもされて、かもしてないよやだね、やですね、うん、事件性があるね、あ、やだやだ、あ、そういうの多いね、忘れて、忘れてるのが多いよ、もうちょっと地獄だよそれは。